隅でたるんだ諸君がおらんか知られるぞ。全員カバンの中のものを机の上にとっとと出せ。よろしい、不要なものを持ってきておる者はおらんようだな。我が夢見ヶ丘学園は秩序正しき学校である。これからも勉学に勤しむ気持ちを忘れぬように。ヤギくん甘いんだよな。これを見逃してるぜ。ルミ先生の写真、俺のお守りなんだ。見つからなくてよかったぜ。本当はこういうことあんまりしちゃいけないんだけど、また遊びに来たいわね。待っているわね。
主と会いませんね。ではバスに乗りましょう。それでは皆さん、集合時間まで自由です。お弁当も各自好きな時に食べていいですからね。道の真ん中を歩いとるんじゃない。他の通行人の迷惑を考えんか。わっとは何事だ。目下の者から先に挨拶せっか、バカモン。見て、綺麗ね。
生物とは思えないわ。神秘的ね。いつまで見ていても飽きないわ。今日はすごく楽しかったわ。本当はこういうことあんまりしちゃいけないんだけど、また遊びに来たいわね。待っているわね。道の真ん中を歩いとるんじゃない。他の通行人の迷惑を考えんか。わっとは何事だ。目下の者から先に挨拶せっかバカモン。本当にごめんなさい。どうしても髪が気に入らなくて。
ったかしら。私せっかちだから、上映時間より早く来ないと気が済まなくて。懐かしいわ、この映画。私大好きだったのよ。ええ、そうね。ちょうどあなたたちくらいの年に名画座で見たの。すごく感動したのを今でも覚えてるわ。今日はすごく楽しかったわ。本当はこういうことあんまりしちゃいけないんだけど、また遊びに来たいわね。待っているわね。お客さん、起きてください。着きましたよ。やだなぁ、寝ぼけないでくださいよ。
ちゃんと頼まれた住所までお送りしましたよ。はいはい、まあよくおいでくださいました。お待ちしていましたよ。さあお上がりくださいな。長旅でさぞお疲れでしょう。ご覧の通り女二人の所帯ですから心強いですわ。ミカ、書生さんがお見えになりましたよ。はい、あの、はじめまして。すみませんね、内気な子で人様の前に出るとろくに挨拶もできませんの。ミカ、お部屋にご案内して差し上げなさい。はい。あの、こちらになります。本当ですか？よかった。母には帰ってご迷惑だって言われたんですけれど、住み込まれると聞いてどんな方が見えられるのか心配していたんですけれど、親切そうな方でよかった。こちらこそ、お勉強頑張ってくださいね。こんなところでお昼寝をなさると風邪をひきますよ。毎日お勉強でお疲れなんでしょう。とても気持ちが良さそうに眠ってらっしゃいましたよ。あ、お待ちになって。お着物の裾が。これから学校へおいでになるんでしょう。そんなほころびを放っておいては母が笑われます。私が繕います。少しお時間をいただけますか？さあ、これでいいですよ。少し不格好ですけど。私とですか？わかりました。でも母には内緒にしておいてくださいね。そういうことにうるさい人なんです。では約束、きっと連れて行ってくださいね。来ないで。そのあたりにコンタクトを落としたの。
が気に入らなくて。そうね。試合開始までまだ少し時間があるわね。そうね。そうしましょう。それはそれで素晴らしいことだわ。先生、応援するわね。今日はすごく楽しかったわ。本当はこういうことあんまりしちゃいけないんだけど、また遊びに来たいわね。お勉強中ですか？大事なお話があるんですけれど、今いいかしら？親切な人がいつぞやあなたとミカを銀座のあたりで見かけたと教えてくださったんですけど、本当？困ります。そういうことをされては。あの子は立派な家柄の跡継ぎにでも嫁がせるつもりなんです。嫁入り前に妙な噂が立ったら困ります。あの子は私の言うことには逆らいません。とにかくもうあの子には近づかないでくださいね。口を聞いてはいけないと母が。ごめんなさい。許してください。幸せ
人のあなたに口を出される筋合いじゃないでしょう。あの子のことは母親の私が決めます。私、決心しました。お願い、私を連れて逃げてください。だからです、やっぱり私、好きでもない方のもとにお嫁に行くことはできません。あなたは私が他の男の方に嫁いでも平気なんですか。そうですか、私の勝手な思い込みのようでしたね。私ってバカみたい。書生さん、いろいろとご迷惑をおかけしました。どうぞお体に気をつけて。
フェストの答案を返します。名前を呼ばれたら取りに来てね。時間通りに来たぜ。ひょっとして来たのは俺一人なのか。二人きりでパーティーなんてめちゃくちゃ寂しくないか。来年はせめて三人にしようぜ。また遊びに来たいわね。
待っているわね。今年もよろしくな。さて、帰るとするか。